はい、こんにちは。それでは今日から飛鳥時代、これを見ていきたいと思います。プリント持ってる人はレジュメ古代5ページです。さあ、まずは時期ですね。飛鳥時代なんですけど、主に7世紀ですね。推古天皇の即位からなんですけど、これが592年。で、次が奈良時代なんで、平城京遷都なんで、平城京遷都が710年。で、厳密に言うと6世紀末から8世紀初頭なんですけど、まあ細かいですよね。だから主に7世紀。で、飛鳥っていうのはこれ地名なんですけど、なんでその地名が時代の名称の由来になってるかっていうのは、この推古帳を勉強すればわかりますので、早速、推古帳の方に入っていきたいというふうに思います。プリント5ページの C のところを見てください。推古帳、600年代から620年代というふうに書いてありました。まずこの推古帳の特徴なんですけれども、新蘇我政権という。これがポイントになるんですね。新蘇我政権というのは何かっていうと、この政権、中心となって活躍した人物が3人いるんですね。まあ、偉い順に、推古天皇、馬宿の子、大臣の蘇我馬子って、これ偉い順に書いたんですけど、この3人がいずれも親戚関係なんです。まず書いてください。新蘇我政権って言った時に、この3人が親戚です。で、それからもう一つ釘を刺しておくと、馬宿の子ですね。これ漢字がまず、これで書いてください。さあ、で、ここで、新蘇我政権って言ってるわけですから、3人が本当に血縁関係かどうかは確認しなきゃいけない。で、この後の受験日本史の勉強っていうことを考えたときに、系図の見方はちょっと確認しておきたいので、小説日本史の35ページ、これをお出しください。で、まず、三者を見つけて印つけてください。で、そうするとさ、馬宿の子と蘇我馬子が親戚なのわかりますよね。馬宿の子の嫁さんのお父さんが蘇我馬子ですよね。義理の親子ですね。今度は、馬宿の子と推古天皇の関係を見てみましょう。で、そうすると、馬宿の子のお父さんが陽明天皇ですね。で、この陽明天皇と推古天皇が、まあ、兄弟ですね。ってことは、甥と叔母ですね。じゃあ今度、推古天皇と馬子の関係っていうことになるんですけど、馬子の兄弟、これが推古の母ですよね。北志姫とかっていうのかな。覚える必要は全くない。だから、今度、推古と馬子の関係はっていうと、推古のお母さんの兄弟だから、叔父と姪。三人とも血縁関係なんですよ。で、気がつくと思うんだけど、蘇我氏の影響力が強いですよね。で、まず、そこのところっていうのがきちんと分かんなきゃいけないんですよ。だから、その意味で、プリントのところ、新蘇我政権っていうふうに強調したっていうのはそういうことです。繰り返しになりますが、政権の中心人物、推古天皇、馬宿の子、そして、大臣の蘇我馬子が3人とも血縁関係であると。この推古帳、特徴の2つ目ですけれど、飛鳥に政権の中心を移し、整備を進めたというふうに書いてあるんですけど、飛鳥っていうのは、蘇我氏の勢力範囲というふうに考えていいです。大体の場所をちょっと確認しておくと、奈良盆地ですね。これがあって、で、今まで大和政権って言って、大和がここなんですよ。飛鳥っていうのは、こっちです。ちなみに参考までに書いておくと、次の奈良時代、平城京ですけど、平城京がこの一番奈良盆地の北にあります。だから時代の順で言うと、1、2、3っていう感じなんですけど。で、この飛鳥っていうのは繰り返しになりますけれども、蘇我氏の勢力範囲。で、なんで？いや、そりゃそうでしょう。だって推古天皇、それから馬宿の子っていうのが、これ蘇我氏の血縁関係にありますから。まあ、いかにこの政権の内部で蘇我氏の影響力が強かったかっていうことがわかるわけですよね。そうすると、次に確認しなければいけないのは何かっていうことなんですけども、おいおい、蘇我氏ってなんで力が強くなったんだよって、まあ当然そこですよね。プリントの特徴ですね、新蘇我政権のところの右側です。6世紀を通じて蘇我氏が台頭してきてる。で、それからその蘇我氏と対抗してた物部氏っていうのが滅亡したんだよっていうあたりの話を一番ですね。蘇我氏の台頭というところでちょっと喋っておきたい。で、ここを7世紀飛鳥時代にも入ったっていう形になってますけれど、今から喋る一番の蘇我氏の台頭っていうのは、これは6世紀の話。つまり古墳時代後期の政治になりますんで、ちょっとこれは時代気をつけてください。で、まあそうするとまず蘇我氏、どういう人たちなんですかとか、まあ君たちは当然興味関心を持つと思うんですけど、正直言うとね、よくわかりません。で、この蘇我氏っていうのはですね、おそらくは、欽明天皇。これに接近することで力を拡大したというふうに思われます。で、これも、小説日本史35ページ。まあ、そこの系図のところですけど、はい、ちょっと見方確認しますよ。いいですか？欽明天皇って言いますよね。で、そこに奥さん3人いるのわかります？欽明天皇の奥さん誰かっていうと、まず右見て、石姫。二重線で結ばれてますから、これ、奥さんですよね。で、その間に、ビタツっていう、まあ、これ後に天皇になるんですけど、まあ、その人が生まれてると。
それから、金名手の左見ると、北志姫って。で、さらに言うと、その北志姫の左側の尾羽ね君、これも金名天皇と二重線で結ばれていて、子供が一応三人いる設定になってますよね。思春天皇なんかは、この二人の間の子供、みたいな感じで書かれてますけれど。で、わかりますよね。北志姫と尾羽ね君、これのお父さん、これが蘇我の稲目っていうことで、蘇我の稲目の娘二人、これが金名天皇に嫁いでる。これは金名天皇が蘇我氏を大事にしてるというふうに理解するのが普通ですよ。ここでちょっと釘を刺しておくと、なんで蘇我氏が金名天皇に娘二人を嫁がせるかっていうと、それは大君の力が強くなってるからです。6世紀にです。政治制度を整備するなどして、大君の力が強くなってるから、それの血縁関係になろう。いうのが、蘇我の稲目の考えなんです。蘇我氏って誤解されるわけだよね。まあ、天皇に代わって力を振るったんだとか、まあ、特に一子の変、大化の改新の時の蘇我のイルカなんていうのが、まあ、よくその具体的な例として挙げられるんだけど、その理解は、日本書紀の理解を鵜呑みにしてるっていうふうに言わざるを得ない。で、その日本書紀に書いてあることが 100% 正しいかっていうと、それはわからないから。今までの政治の動きを考えると、基本大君の力が強くなる中で、それとある程度こう結びついた蘇我氏。結びついたっていうのは婚姻を通じてってことなんだけど、その婚姻を通じて結びついた、まあ、蘇我氏っていうのがある程度こう力を持ったというふうに、まあ、理解するのがいいだろう。で、あともう一つ、蘇我氏が台頭した背景としてはですね、その一つ目の渡来人との強い結びつきですね。例えば、渡来人の代表的な例に、大和綾氏っていうのがいるんですけど、この大和綾氏って、なんか蘇我氏の支配下に入ってたみたいなんですよ。ここら辺がね、なんでじゃあ渡来人が蘇我氏の支配下に入ってるか、強く結びついてるかって言われると、って感じなんですよ。いや、っていうのはわかんないんです。いや、いろいろ本は読んでるんですけど、研究者が、まあ、はっきり書いてるかっていうと、はっきりは書いてないですね。研究者もね、その蘇我氏の出自に関しては、奈良に蘇我っていう地名があって、まあ、おそらくここの出身だったんだろうとか、で、このね、蘇我の地域っていうのが、金明天皇のお兄さんで、安閑天皇っていうのがいるんですよ。で、この安閑天皇の支配領域だったから、おそらくその安閑天皇との支援、まあ、だから同じ地域だっていうことで、まあ、台頭してきたんじゃないかと、そういう書き方なのよ。台頭してきたんじゃないか、みたいな。わかる？だからよくわかんないけどさ、みたいな。でね、僕が高校生の頃は、蘇我氏は渡来人だったんじゃないか、みたいな、そういう説明もされたんだけど、近年はその説明はもう完全に否定されてる。ただ単に渡来人を支配下に入れた強い結びつきがあったっていうふうに、まあ説明してるだけだね。ただし、蘇我氏が渡来人と結びついてるっていうのはこれ実は大事で、なんでかっていうと、この渡来人ってさ、文字が操れるっていうことになるじゃないですか。で、その文字が操れるっていうことになると、その文字が操れる渡来人を部下に抱えている蘇我氏は、文字を使った仕事ができるわけよ。その文脈で財政とか外交担当だって考えてもらえると、わかりやすいかな。その文字っていうのを使って外交文書を作るとか、まあ当然この文字の中には数字が含まれますから、まあそれがあるからこう財政を担当できるっていうふうに考えてもらうとわかりやすいし、もう一つ、まあこれは文化史で大事な視点になってくるんですけど、渡来人って当然これ仏教を大事にする数仏だから、その影響を受ける蘇我氏も、まあ、数仏ですよ。受験をクリアするのに分かっておかなければいけない蘇我氏の知識っていうのが、その渡来人っていうところからこう説明できるんで。まあ、これはちょっと押さえておいてください。で、ただ、ちょっとそれ以上は申し訳ない。もう僕もちょっとよくわからないかな。さあ、で、これ6世紀はね、実はね、この蘇我氏と対立してたのが、まあ、モノノベシという、まあ、もう一方のこの有力な豪族っていうのがいたんですね。で、このモノノベシっていうのは、政権の中ではですね、軍事とか警察を担当してる、まあ、有力豪族で、で、この両者がですね、数仏論争、つまり仏教を受け入れるかどうかで争ってた。蘇我の稲目と物の部の起こし。で、それから、6世紀の後半になるとですね、その大君の後継争いですね。陽明天皇が死んだ後に、誰を大君にするかっていうので、蘇我の馬子と物の部の守屋っていうのが、まあ、対立をして、最終的に勝利したのが、まあ、蘇我氏ということなんですね。で、これ多分ね、蘇我氏が勝利したのは、やっぱ一つはね、渡来人がいたことは大きいと思いますよ。やっぱり渡来人って新しい技術を持ってるから、例えば渡来人の中にね、鉄を加工する技術とか持ってる人たちがいるわけで、まあ、やっぱりその渡来人を部下に抱えてるってことは、軍事力強化にもつながるんで、まあそういう文脈でもですね、まあ蘇我氏っていうのはこの物の部氏を圧倒して、政権内で中心的な存在になっていく。結果のところですけどね、思春天皇、水戸天皇という蘇我系の大君の下で、大海の蘇我の馬子、大和政権内の最有力豪族となり、豪族をまとめる存在になります。臣の中の中心だから、大臣。
で、あとは、まあこれよく質問がされるんで、これも最初に言っとくんですけど、世春天皇、推古天皇の前の天皇なんですけども、この人ってね、592年に蘇我馬子によってこれ暗殺されてるんですね。で、なんで暗殺されてんですかっていうふうに、まあよく聞かれるんだけど、それはね、蘇我氏が横暴だったからっていうふうに説明するのが一番楽なんですけど、多分それは適当じゃない。なんでかっていうと、さすがに言うこと聞かねえから蘇我氏が大君を殺したんだってなると、いや、それはやっぱ大きな問題になるんですよ。なんでかっていうと、この当時大君の力強いんで、それを自分の言うこと聞かないから殺した。まずこれが日本語としておかしいんですよ。わかりましたね。大君の力が強いのに、それを蘇我氏たちがぶっ殺した。え、じゃあ蘇我氏が一番強いんじゃねっていう風になるし。で、まあ日本書紀はそういう体で書いてあるんだけど、ちょっと日本書紀のその記述っていうのは、蘇我のイルカとかを悪者にしたいから、ちょっと蘇我氏が悪者みたいな感じで書いてる。で、今から説明するですね、この東アジア情勢っていうのが実は関わっていたんじゃないかっていう風に言われる。じゃあ、ちょっとその話を順にしていくのと、あと、馬宿の王子の話をしなければいけませんから、ちょっとその馬宿の王子の話っていうのを見ていくと、2番のところを見てください。まず、この推古帳を考える上で重要なのは東アジア情勢なんですよ。で、それは何かっていうと、隋が大陸を統一したということですね。書いてください。589年です。西暦589年に隋が大陸を統一します。これは大事。西暦年覚えてください。589年です。基本中国は3世紀末以来分裂した状況だった。魏晋南北朝時代。とりわけその西晋が280年に瞬間的に統一するけど、その後バラバラになり、いや、5世紀には南北朝時代という形になりましたけど、よく聞いてくださいよ。3世紀末以降、ずっと中国は分裂してたんです。当時の人々にとっては分裂するのが当たり前だったんですけど、それが589年に統一された。しかも、この大陸を統一した隋は、高句麗に攻め込んでるんです。いや、もう東アジア諸国からしたら衝撃ですよ。高句麗が攻撃されて、残ってんの、百済と新羅と、あと東アジアじゃない、和じゃないですか。やべえ、高句麗攻撃された。次は俺かみたいな。いや、で、ここで、よかった、俺じゃなくて、とかって思っちゃダメなんだよ。次は俺かみたいな。だからそういう視点が大事なんですよ。でね、世春天皇が殺されたのって592年なんです。つまり、もう隋が大陸を統一した3年後なんですよ。で、これやっぱね、隋が大陸を統一した、これ協力王朝っていうことになると、これやっぱ周辺国は、こう何らかの対応をこう迫られるわけですよ。で、これから先は僕の推測になるんですけど、まあ推測って言ってもある研究者の推測に乗っかってるっていうのが現実なんですけど、この隋が589年に大陸を統一して、そうすると周辺国としてはある程度こう改革をやって対応していかなければいけないという、やべえなみたいな感じになってんだけど、どうも世春はそこがわからなかったみたいで、蘇我の馬子っていうその当時の有力な豪族とこう対立なんかをしてたから、多くの人たちがその改革をしなきゃいけないっていうふうに主張する蘇我の馬子の側について世春天皇から推古天皇に変わった。まあそういうふうに書くとなんか穏やかな書き方ですけど、まあ世春は暗殺されてることは間違いないので、まあだからこの589年の出来事っていうのが大君の交代にも影響してるんじゃないかというふうに言われています。交代したのは592です。次です。じゃあなんで推古が選ばれたのか。書いてください。初の女性の天皇です。今のところ確認できてる初の女性の天皇です。で、まあ日本に住んでればね、天皇っていうのは基本的に男系の男子、これが継承するのがまあ一般的だっていうことはなんとなく知ってると思うんですね。そこで、隋が大陸を統一したこのタイミングで、女帝の推古が登場するっていうのは、これはやっぱ背景をきちんと分かっておかなきゃいけないんですよ。まず、この当時の大君、まあ後の天皇ってことなんですけど、これ最高権力者なんですよ。で、そうするとね、就任するのにいろんな条件っていうのが出てくる。で、そこら辺の条件についてはですね、C の推古帳のところ、新蘇我政権っていうところの下のところに米印つけてると思うんですけど、大君の条件っていうところを見てください。やっぱね、最高権力者だからこそ、大君はですね、こういろんな条件がついてるんですね。例えば、血筋。お父さんが大君で、お母さんが王族であるっていうのがまあ理想です。あとは、能力。それから、健康とか年齢。で、ここら辺なんですよ。いや、ここら辺っていうのは何かっていうと、テキスト出してもらえますか？テキストの9ページの形像を見てください。で、テキストの9ページの形像を見ると、欽明天皇に1って振ってください。その後が、美達に2、陽明に3、で、世春に4、推古が5です。気がついた？美達、陽明、世春、推古って、みんな欽明天皇の子供なのわかる？
つまり、欽明天皇の後、美達陽明、崇峻推古って、兄弟継承なの分かる？あ、もちろん一人だけ女性が入ってるんだけど、まぁ、ちょっと適当な表現が見つからないから、兄弟っていう言い方にしてますけど、これはね、年齢なんですよ。これ、崇峻いませんけど、ここら辺の年代が、ちょうど大きみにふさわしい年齢だからっていうのがあるんですよ。あのね、どうもこの時代の感覚だと、最低でも30歳以上っていうのが、こう年齢的には条件だったみたいです。いや、やっぱある程度経験重ねて分別ないとダメだって。まあそりゃそうだよな。最高権力者ってなると、やっぱまあそうだよね。いや、分別ないまま最高権力者です。これが一番やばいからね。いや、何が言いたいかというと、美達、陽明、崇峻と、欽明の子供で男の子が、こう、相次いで天皇になったけど、まあ、美達と陽明死んじゃったし、崇峻に至っては殺されたわけじゃない。これの下の世代、まあ、馬宿老子なんかもその下の世代に当てはまるんだけど、馬宿老子はダメなの。なんで、推古天皇即位の592年段階で、まだ10代。だから若いよ。大きみにふさわしくない。何がね、年齢が。で、ふさわしい候補がいないから、推古はどういう観点で即位したかっていうと、まずこの人は、美達天皇の奥さん。しかも正式な奥さんだったらしいのは、まあ今で言う正室とか皇后とか。多分大きみだったから王后だったと思うんですけど、この時代の王后っていうのは、これ実際に政治に関わるんですよ。自分の旦那助けて政治に関与するんですよ。つまり、政治経験がある。亡くなった天皇たちと同世代で年齢は30超えてます。ちなみに即位時38です。政治経験ある。年齢 OK。下の世代が若い。誰かが時間を稼がなきゃいかん。女性の天皇っていうのがまあ出てくる時の一つの考え方として、誰かへの中継ぎ。で、中継ぎといっても能力、年齢は OK。あ、で、わかりやすく言うと、これが次の天皇候補なんですよ。いや、系図見てください。9ページの。聖徳太子って書いてありますけど、お父さん陽明天皇で、まあだからこれ大きめですよね。で、それからお母さんが穴褒めの姫巫女って書いてあるんですけど、これが欽明天皇の娘ですから、これも王族なんですよ。つまり、馬宿老子は血筋は OK なんですよ。彼は何がダメかっていうと、年齢がダメなんですよ。で、年齢っつうのは、これ時が経てば解決する問題じゃないですか。10年、20年と待てばさ、それは30代にはなってくるわけですよ。それまでの間は、美達の皇后、正式な奥さんで、政治経験もある、年齢もある、あ、良さそうじゃん。で、まあ、変な言い方ですけど、こっちの方が20年上だから、これがなくなってから、これが即位すれば、と。これでさ、馬宿老子の説明もなんとなくわかりませんか？大きみ見習い。だから次の大きみみたいな。で、有力な王族。で、その有力な王族って言った時に、なんで有力なんですか？嫁の実家が蘇我だよ。って考えると、おーってなってくるわけ。いや、だから最高権力者が推古天皇。大きみ見習い、雑巾掛けみたいなことやってる有力王族が馬宿老子。次の大きみかなーみたいな。その二人の血縁関係者で有力豪族の蘇我の馬子。どう？一致団結してる感じがしません。いや、何が言いたいかわかる？いや、一致団結してないとまずいでしょ。強力な中国王朝できてますから。ところが、その一致団結が、崇峻ではできない。なんか改革にも否定的だったらしい。ってところで、僕はこう理解してます。だから、プリントの5ページのところなんですけど、新蘇我政権っていうのは、この3人が血縁関係で一致団結してる。で、一致団結して、隋っていう強力な中国王朝にある程度こう対抗していくために、いろいろやらなきゃいけません。改革。いや、だからここで憲法重視とか、官位12回とかっていうあの話になりますし、それから隋に対応していくために外交ですよね。いや、遣隋使っていう話になるわけ。まあ、こういうふうに理解してもらうと、こう、ある程度ね、納得して、ちょっと覚えていけるんじゃないかな、というふうに思います。さあ、これを踏まえた上で、飛鳥時代全体の特徴を見ておきます。律令国家建設期ですね。強力な中国王朝が成立したことに伴い、周辺国が、こう、ある程度対応を取っていく。この隋の後に、619年に、唐っていうのができるんですけど、この唐もですね、まあ、なかなか、いろんなところに攻め込んだりして、勢力を拡大した王朝なんですね。もう、周辺国からしたらたまらんすよ。で、いろんな改革をやっていかなきゃいけない。その改革をやった結果、律令国家という国家ができた。つまり、飛鳥時代っていうのは、律令国家を作ろうとした時期っていうふうに理解してもらえるといいんじゃないかな、というふうに思います。じゃあ、とりあえず、なんで飛鳥時代っていうかっていう話と、推古庁のある程度こう概要を説明したところで、次は推古庁の具体的な改革の中身に入っていきたいというふうに思います。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。またいいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたらコメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。